おっと、なんと早速のメットつけ忘れというやってくれます。桜井さん、キャラクターがみゆきと被ってますね。そうですね、ちょっと抜けたところもあるという、素敵なキャラ生かしでございますが、さあバッターボックスに入りました。カズヤ準備はいい？いくよ。それおっと、山田のボール、これはあとストライク。さあまずは1球目見てきました。すいません。お、なんだあれ、チャンスカード。おっ、さあ先ほどのチャンスカード、まさかの予期せぬチャンスカードです。チャンスカード、まあ一応ね、二塁には出ているので、ここで1打いい感じのが出れば早くも得点ですけれども、さあチャンスカード何を引くのか。さあこれはランダムになっている、何が出るのか。おっと、一回待ちます。さあ仕切り直して引いた。え、これはあれは何ですか。出てしまいました。さあただいま引いたチャンスカードですが、女子のハートにホームランでございます。これから出題するあるシチュエーションに対し、バットを振りながらアドリブで男前セリフを叫んでもらいます。うちのキャプテンが一番得意とするところのやつだ。これは勝ちました。さあ、そのセリフが女子のハートにどれが刺さったかですね、マネージャー4人の判定によって進塁先が決定します。さあマネージャー陣はですね、ホームランと思ったら大きく丸してください、アウトと思ったら×で判定してください。シリアですね、遠慮なく言わなきゃダメだぞ。はい、ここは公平にお願いしますね。その結果、丸の数が1人だった場合はヒット、2人だったらツーベース、3人だったらスリーベース、全員が丸だったらホームランでございます。さあそれでは出題するお題はこちら。甲子園で完全試合を達成したピッチャーが試合後、自宅で待つ恋人に放った男前ゼリフとは。さあ思いっきりバットを振りながら男前ゼリフ、よろしくお願いします。このまま夜も完全試合だ。さあマネージャーの皆さん判定をお願いします。え、さあ困っている困っている、おかしいな。出ました、4人丸、ちょっと4人丸、これはおっと、ちょっと待ってくれ、おやおやおや、ちょっとおっと、おいおっと、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 さあおっと、おいおい、マネージャーさん避難しております。最後の怪我がないよね、怪我がないように、安全に安全に、適度に盛り上がってくださいね。考えられてますね。ね、はい、ありがとうございました。さあ怪我なく乱闘が済んでよかったですね。はい、ここまで全て段取り通りでございます。あれ、誰か倒れてますよ。おやおやおや、誰か倒れてますよ。